では時間になりましたので始めさせていただきます。皆さんこんにちは。今年の改正分野を知っておこうということでですね、講義の方を始めさせていただきます。担当はレクセン2講師の高田です。どうぞよろしくお願いいたします。で本日ですね、レジュメを配りさせていただいています。ちょっとプレゼンターの方に切り替えさせていただきますが、こちらですね、今年の改正分野を知っておこうということで、少しこちらを使ってお話をさせていただければと思います。で、まあ、開いて、いきましょうか。で、租税法に関してですけれども、ね、租税法一つの科目で、皆さんのね、試験の場合には3税目、ね、法人税と、ごめんなさい、法人税法と所得税法と消費税法とですね、3税目について聞かれると。で、まあ、それぞれですね、計算の方をまず学習していって、で、そしてですね、その計算の内容で、まあ、理論の方ですね、どういうふうに答えていくのかなっていうところをですね、少し学習していくと。で、理論の方はね、もう暗記じゃなくって、計算のね、知識がきちんとですね、確実に入っていれば、あとは条文の番号をですね、きちんと拾って述べることができればね、論じることができるというようなね、問題になっています。で、何も丸暗記というわけではなくてね、きちんとただね、税の理論、理屈をちょっとね、知っておかないと、理解をしておかないとね、なかなか太刀打ちができないのかなというね、いうふうに思います。で、3つのね、税目、まあ、1つずつね、今日は見ていきますけれども、そのね、理論の問題ですよね。最終的に理論と計算等が問われるわけですので、特に理論の問題なんかに関しては、1つのね、事象、取引からですね、どういう課税関係があるのかなっていうことをきちんとね、ご自身で捉えて、そしてね、最終的にそれをね、論じられる。ですから、ね、理論、ごめんなさい、事例の問題の中でね、どういう課税関係がこれで問題になるのかな、で、ね、どういう結論を導き出せばいいのかなっていうことをやっぱり見つけ出せなきゃいけないということになるとですね、なかなかその大きくですけれども、そのね、税っていうのが税収確保だったりから課税の公平だったりから措置法なんかにおいてはね、ごめんなさい、政策目的ですよね、のためにね、定められているっていうことをきちんとね、丁寧に押さえておかないと、なかなか太刀打ちができないのかなっていうところがね、一つ感じられるところから、16年の本試験のですね、趣旨なんかにおいても租税に関しては、その業務をね、租税に関してだけではないですけれども、業務をね、会計士業務を遂行するにあたっての基本的な知識を問いますよと。で、会計士さんになられてですね、会計のことだけ知っていればいいかって言ったら、そうではなくって、いろんなね、スキームを考えていくっていうようなお立場になった時に、必ずね、会計とリンクして税の問題っていうのが生じてくるので、その中でね、その携わってる会社ね、監査法人の立場で携わってる会社のね、ことだけを考えていればいいのかって言ったら、そうじゃなくってね、いわゆる利害関係者ね、それは個人であったり法人であったりと、その人たちにもね、税の面でどういう影響が及んじゃうのかな、及ぶのかなっていうことも考えて、両面からですね、考えて、じゃあどういうスキームを取っていったらいいのかなっていうことをですね、会計士業務の中でできるようにならないと、ね、事故にね、つながってしまうということもあるので、その基本的な知識を問いますよというね、のが会計士試験の租税法のね、まあ、出題の趣旨なんだと、ね、いうふうに、まずはお捉えいただければと思います。では今日はですね、テーマとして今年の改正分野を知っておこうということですので、じゃあ改正には何があるかということでですね、プレゼンターの方をちょっとね、見ていただきたいんですけれども、ね、お手元のレジュメでね、結構です。一番のところですね、改正についてと。で、まあ、税制改正、ね、はもちろんのこと、もう一つですね、今回については試験範囲の改正もありましたということでね、改正をちょっと大きく2つに分けてお話を進めさせていただければと思います。で、やはりね、最終的に最終目標としてですね、本試験、論文式の試験ということですので、まずね、一つその試験範囲の改正としては、組織再編ですね。
もう昨年のうちからですね、組織再編成に関する税制は、ね、29年の試験からは出題範囲に含まれる予定ですということでね、今年の試験範囲の中にも、組織再編成にかかる所得の計算でということで、出題項目の例としてですね、ちゃんと入っていますので、組織再編にかかる税制を少しね、勉強していかなければならないと。ただですね、ちょっとカメラ切り替えますけれども、貸し倒れ、で貸し倒れ引当金ですね、ごめんなさい、貸し倒れではなくて、貸し倒れ引当金については、大規模法人についてはね、もうね、計上できないとね、いうことになっていますので、まあ、会計上計上していれば、それをね、否認するような形ということになりますから、その部分がね、ちょっと減っちゃったということで、まあ、一つね、組織再編成、増えていくというような形でお捉えいただいてもいいのかなと思います。で、講義の方もですね、もう貸し引きについては、貸し倒れ引当金ですね、もう大規模法人ではねちょっといらないでしょと、ね、いうことで、その必要なところだけのお話というふうにね進めさせていただきますのでね、そのようにお捉えいただければと思います。ではですね、改正についてはちょっと2つということで大きくね、分けてみますということで先ほど申し上げました。では先にですね、毎年毎年行われる税制改正ですね、まあ実務でも大変です。毎年ですね。もう12月から、もうね、12月から4月にかけてですね、税制改正の研修がね、もう次々入ってくるような形で、もうだから次の年のですよ、ね、入ってくるような形で、もう毎年毎年ね、税制改正があるわけですけれども、じゃあね、それがどんな内容があって、で、まあ試験のね、関わるところですよね、関わる項目としては、どういうね、内容があるのかなっていうところ、今日はね、ガイダンスということですので、概要ね、お話になりますけれども、その点ね、ご了承いただきながら、耳を傾けていただければと思います。ではまたレジュメの方ですね、画面切り替えさせていただきまして、まあ、各税目ごとに、まあ、めくって見ていただくといいと思うんですけれども、2ページにわたってですね、各税目ごとに、まあ、表のような形で分けて、見ました。では、やっぱり順番にですね、そして、皆さんのね、租税法の試験においてですね、一番ボリュームのある法人税法からね、少しお話をさせていただければと思います。で、まずはね、ここにある流れで進めさせていただきたいと思うんですけれども、一つ目は税率ですね。これがね、今まで 23.9% だったところが、これ大規模法人だけにさせていただいてます。23.4% ということでね、もう税率が、まあね、変わってしまっているというところが、まず1点ありますよ、ということです。それから続けてですね、2つ目の項目として減価償却、ね、減価償却もね、正直出ない、出題されない年がない、ね、項目の中で少しね、改正がありますということです。で、まず一つはですね、定額法、今までずっとですね、建物のみと、ね、いうことだったんですけれども、28年4月1日以後に取得した減価償却資産、の中でですね、定額法を取るのは建物のみならず、建物付属設備とから構築物と、ね、いうことになりました。まあ、こんな、ね、改正が、ね、減価償却の中では入りましたよと。ですからね、少し、ね、分け方ですよね、19年4月1日以後ね、取得とかなんとかね、いう話ありましたよね。あれも、だから、ちょっと3ブロックぐらいに分かれて、ね、平成19年3月31日以前取得のもの、からね、4月1日以後取得のもの、そして28年4月1日以後取得のものと、ね、いうような形でちょっと捉えていかなければならないということになりました。からは、減価償却の中でね、もう一点ですね、中小企業者のね、少額、減価償却資産の特例ということで、まあ、ね、中小企業者ということなので、皆さんにとってはね、重要性はそんなに高くないのかなと思うんですけれども、まあ、ちょっと細かくね、少しお話をさせていただきますと、対象法人の見直しということで矢印で書かせていただきましたが、中小法人は中小法人でも、常時、その、使用する、従業員のね、従業者の数がね、1000人以下の法人、という形で、もうちょっと絞りがかかったというようなね、改正が一つ入りましたということです。だからちょっと絞りがね、さらに常時使用する従業者のね、数が1000人以下の法人になったと、ね、いうようなね、絞りがかかったというようなところです。
では続けてですね、3つ目の項目ということで、まあ、特別償却はちょっと措置法のね、あの規定も絡んでくるところ多くて、まあね、措置法の規定、ね、ですよね、なので、まあ、毎年のようにですね、少しずつ変わるところがあるんですけれども、今回については、まあ、まず上2つ下2つと分けて見ていきたいと思うんですけれども、上2つですね、エネルギー、環境負荷低減推進設備等を取得した場合の即時償却の廃止も、これもね、前からね、もう今回からはですね、平成28年4月1日以降の、ね、事業年度からも廃止しますよって、もうずっと言われてたところですよね、廃止になりましたということから、生産性向上設備等についてもね、これももう前から言われてたところです。あのレクの方の、ね、テキストではちょっとね、来年からはこうなりますって入れさせていただいていました。というように、あのね、きちんとそのもともと予定されてた改正が、まあ、ここの部分は行われたっていうことです。でちなみにね、あの生産性向上設備等については29年3月31日までですので、今回の事業年度までですね、ですからね、まあ最後の出題ということで考えられるということもありますし、ね、からまあもうね、最後だからということでね、もうここはね、出題されないという可能性もあるし、というところでちょっとね、チェックは入れておきたい内容なのかなと思います。なんかね、あの資本試験見てると、やっぱり最後って時とかね、あと変わりましたって時とかね、聞かれやすいなっていうのはあるので、まあそういうところですよね。この2つについてはもう、まあ前から予定されていた改正というところです、ということです。でちょっとね、上2つ下2つと分けて見てみましょうって申し上げたのは、実はちょっとね、理由もありまして、ちょっと書き込みますけれども、ちょっと左寄せますね。下2つの、ね、ところですね、ちょっと長いです。特定の地域において雇用者の数が増加した場合の特別控除とかですね、からさらにその下、雇用者給与と支給額が増加した場合の特別控除、の、ね、話ですよね。で、この2つの改正とから寄付金のところまで、私ちょっとカッコでくくります。この3つについてはちょっとアップしていきますね。寄付金のところまで、すみません、寄付金のところまで今カッコでくくってます、ね、特別償却の下2つと寄付金のところまでくくってます。ではちょっとアップしていきますけれども、あのこの3つって、聞いたことありますでしょうかね。あの地方創生という関係の、地方創生っていう関係の、ね、あの国の重要政策であるね、地方創生を促進する、ね、策の一環としてということで、改正の入ったところということになります。まあ、雇用者数のところって15年の本試験でしたっけ、すみません、私がちょっとそこが、ただ結構あの直近でですよね、出題があったところでした。で、まあ、それがですね、今回、まあ、その地方創生のね、まあ、その政策の、まあ、一環として、ここが改正が入ったっていうところ。で、まあ、前はですね、雇用者の数が増加した場合の特別控除って呼んでましたが、そのね、前にですね、ちょっとね、ここですね、特定の地域においてっていうね、言葉が一つ入ってというようなね、形で変わったところがありますよということです。で、と合わせてですね、そのすぐ下のところですけれども、この雇用者給与と、ね、支給額が増加した場合の特別控除、これとの、ね、関係でも、あの重複適用が可能になったとかですね、この下に書いてあるんですけど、重複適用がね、可能になったとかね、いうような改正が少しね、入りました。で、この要件がね、非常に細かいんですけれども、まあ、そういう改正が少し入っているんだというね、ご案内だけさせていただきたいと思います。まあ、以上がですね、減価償却に関わるグループということでね、ここまでですかね、特別償却、その他の特別控除のところまではですね。それから寄付金のところ、ね、なんですけれども、
これも地方創生と一緒に、なんかニュースとかでね、お耳にされた方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、いわゆる企業版ふるさと納税ということで、今までふるさと納税って個人だけだったんですけれども、まあ、企業版ということでですね、これもまあその地方創生の、ね、策の一環としてですね、企業にも認めてあげましょうよということでね、少しその地方税の関係、法人住民税との関係でですね、そういったその税額控除の計算の中でね、調整は入るんですけれども、まあ皆さんの法人税のね、試験では、法人税法の試験では、住民税の額、ね、関わってくる住民税の額はきちんとね、問題に提示されていますので、そこは心配しないでください。ただね、計算の式はですね、他の特別控除と似たようなところがありますので、合わせてね、抑えていくというような形になります。以上ですね、この3つが、まあ、地方創生というね、その国の政策の目的で少し変わったところなんだというね、ご案内でした。からまた、ね、項目に戻って寄付金の下見ていきましょう。外国ものですね。外国税額控除。それから一番下も一緒に見てしまいましょうか。外国法人の法人税ですね。この2点については、国外源泉所得の範囲。まあ、下のね、外国法人の法人税であれば、外国法人の所得の範囲。これ考え方が、ちょっと変更があったんですね。まあ、改正があってということですけれども、考え方がね、まあ、今までの考え方が実は総合主義とね、呼ばれる考え方だったんですが、それがですね、帰属主義ってね、こう書いてありますけれども、ちょっと帰属主義とね、呼ばれる考え方にね、少し変更が入ってということでの改正になりましたと、ね、いうことです。で今まで例えば支店ですよね、外国法人の支店ね、外国法人の方の支店についてですよね、恒久的施設が、まあ、日本にあってということで、そこがね、第三国の、ね、所得があれば、それはね、日本の課税対象外だったんだけれども、その日本に、この日本の国にですね、その恒久的施設として、まあ、支店があると。でそこが稼いできた、要はその外国の、ね、所得ということですよね、については、もうそれはね、日本に支店があるんだから、そこに帰属するよねというようなことでですね、もうそれもまとめて日本の課税対象として、ね、課税していきますよというような、ね、考え方、もう根本的な考え方が変わったという影響でですね、この2点が少しですね、外国ものとして、所得の範囲の考え方が変わりましたということです。で、ここに関してなんですけれども、法人税法については、28年の4月のところからですね、もう完全に変わって、移行して変わっていきますということでですね、変更があるんですけれども、所得税に関しては、29年分から、ちょっとそれもメモしておきましょうかね、所得税については、そこだけはね、ちょっとずれがあって、苦しいところなんですけれども、ちょっとね、どうしましょうかね、上にしときましょうかね。外国税額控除ありますもんね。上にしときましょうかね。所得税についてなんですけど、ちょっと所得税ですね。これについては29年分からと。ということで、ちょっとそこが法人税と所得税のズレがね、あるところ。で、なんか私もちょっと苦しいなっていうね、感じるところになります。所得税法の方も、所得税法は外国ものは特段ないですね、まあ、1点ぐらいですかね、で特段ないので、まあ、ここの、ね、ちょっとずれのところだけまだ所得税法見てませんが、先に、ね、お話を入れさせていただきました。ここまでよろしいでしょうか。
では次ですね、決算金、ね、繰越決算金、こちらもですね、今まで、まあ、計算の中で、ね、学習された方においては100分の65してたところですね、まあ、65% ですね、してたところが100分の60、ね、60% かけるというような形に、ね、変更になったと、決算金控除前の所得の金額の、いわゆる 60% 相当額ということで、この控除限度額がね、引き下げられたと、ね、いうことになるんだということです。それから、ね、欠損金のところはここまででよろしいですかね。から、役員のね、範囲及び給与。これもね、試験の中では重要な論点ですよね。16年の本試験でもね、やはり役員給与のところは少しね、問いがあったようなところですが、ここについてなんですけれども、ちょっと矢印に、1本ですね、すみません、入っていますが、事前確定届出給与、ね、まあ、これが、これに該当しない、つまり、届出が不要となるね、分についてということなんですけれども、該当しないですね、ごめんなさい。届出が不要となる、その事前確定のね、給与の中に、ごめんなさいね、この特定譲渡付き、ごめんなさい、特定譲渡制限付き株式を対価とする費用。これが、一つね、追加になりまして、もう完全にこれ、新しい話です。で、役員給与の損金負担入額の計算で届出が不要となるね、事前確定届出給与の中にですね。で、これ、特定が前につきますね。譲渡制限付き株式。ね、皆さんもね、企業法等でですね、ご存知かと思うんですけれども。で、イメージとしましては、こんな形の追加です。追加の方法もね、こんな形なんですけれども、新株予約権ですよね。で、それについては、いわゆるストックオプション、ね、についてはね、今まで見てきました。それにプラスアルファというふうに思っていただければと思います。ですので、それが顕著に分かりやすいのはですね、条文が変更になっていて、ストックオプション、つまり新株予約権を対価とする費用の条文が、ちょっとこれ参考ということでしたですね。ここから引っ張っていきましょうか。SO とすみません、書かせてください。ね、新株予約権を対価とする費用の方のね、条文が、今まで、ごめんなさい、青から赤にしましょうね、54条だったんですけれども、これがですね、54条の2と、法人税法ですよ、ね、ストックオプション、ね、新株予約権を対価とする費用の条文が、54条からですね、54条の2に変わったと。で、じゃあ54条はということで、54条はですね、これ。ね、特定譲渡制限付き株式を対価とする費用、ね、の、ね、条文に変わったと、ね、いうような変更。ですので、今までの、ストックオプションの方式にプラスアルファでこういう方式が一つ加わったんだなというふうにですね、お捉えいただければと思います。で、正直申しまして、なかなかですね、ここの解釈っていうのも非常に難しくて、例えば財務省とかにですね、問い合わせをしてもね、ちょっと考えさせてくださいとかね、いうようなリターンが一回返ってきてからね、また、答えをもらえるというような状況なんですよってことをですね、税理士のね、先生からね、聞いたり、ちょっとカメラ切り替えますが、ね、そんな、状況でですね、本当にまだここは、変わったばかりというようなところで、まだね、改正をしている部門のね、財務省の、ね、方々においてもね、ちょっとこれでいいのかな、大丈夫なのかなというようなね、ところがあるようなところだというようにですね、まあ聞いていますが、一つね、これはもう54条という条文で入ってきているという形になりますので、まあ位置づけとしてはそのストックオプションにプラスして、まあこういうね、方式も加わったんだと思っていただければと思います。で、またここがですね、その合併の話とかともね、少し関わってくるところもあるのかなと。ただ、ちょっとそこまではね、まだ変わったばかりの初年度で難しいのかなと思いますので、きちんとね、条文とその内容をね、押さえていくというようなね、形でお捉えいただければと思います。以上ですね、法人税法、主なところをピックアップさせていただきました。細かいところをね、見ていけば、まだね、少しありますけれども、本当に主な点ということでね、ご紹介をさせていただきました。で
では続けてですね、所得税法ね、見ていくことにしましょう。それ言います、画面の方ですね、切り替えてレジュメの2ページ目、レジュメの2ページ目ですね、ご準備いただけますでしょうか。で、所得税法の方は項目のところですね、各種そ、ごめんなさい、各種所得とから損益通算とから納付税額ということでですね、項目を分けさせていただいています。で、まあ、各種所得のところ一番上ご覧ください。公社債の関係です。完全にですね、ここですね、公社債の関係が少し続いていくんですが、公社債はですね、まあ、さらに特定公社債っていうね、グループとから一般公社債とですね、分類して、考えていてくださいねというような形で、2番目ご覧ください。ここですね、利子所得等というところですね、利子所得等の課税方式ということで、この特定のつくね、公社債の利子については、申告不要もしくはですね、申告分離のね、選択ができるようになりましたとね、いうような改正が一つね、入っています。まあ、一般の公社債はね、源泉分離、今までのまま維持しているんですけれども、少し特定公社債についてが変わったんだと。で、まとめて特定公社債グループでお話しさせていただきましょう。ちょっとね、所得税入り口からね、難しくて申し訳ないんですが、特定公社債のグループで、そうするとちょっとね、早い理解、ご理解ね、していただきやすいのかなと思うので、通勤手当のすぐ下ご覧いただけますでしょうか。通勤手当のすぐ下ね。譲渡所得等の、まあ、課税方式のところ。ここ見ると、あーってね、ちょっとつながる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、特定公社債の譲渡所得、今までですね、譲渡があれば非課税だったんですけれども、これ他の株式と同じようにですね、課税していきますということになったんです。その関係で、今の特定公社債の利子に関してですよね、申告不要もしくは申告分離の選択が可能になったというような形でですね、少しこういったところが改正が合わせて入ってきてるんだ。というふうにですね、もうここは完全にリンクするところ、ちょっとリンクしてしまいましょうか、ね、1番目2番目そしてごめんなさいね緑で書いちゃった1番目2番目そして今のですね通勤手当のすぐ下のところですよね、まあ、こんな形で、あ、ごめんなさい、通勤手当にしちゃった、通勤手当のすぐ下ですよねのところリンクしていただければと思います。で、まあ、さらにですね、損益通算の話にもちょっとつながっていくんですが、そこまで行ってしまいましょうか。さらにその下ですね、もうこの流れで損益通算の2つ目の、ね、項目ご覧ください。損益通算の2つ目の項目、これがまあつながっているところですね。上場株式等にかかる譲渡損失の損益通算及び繰越控除の範囲の拡充 に伴ってですね、この損益通算の対象にその後ライン引いておきましょう。この特定公社債等の利子所得及び譲渡所得、ね、もうね、今回から、ね、社債でも譲渡所得、ね、非課税ではありませんので、ね、これが加えられるということでね、まあ、これがちょうどリンクしているところですかね。利子のところが変わりましたから公社債の譲渡についてはですね、譲渡所得非課税の対象から、まあ、課税になりましたと。そして、損益通算、ね、あの上場株の譲渡損失の、ね、あの損益通算においてもですね、この特定公社債の利子および、譲渡所得、これも加えて計算をしていくというようなね、形になりましたということで、以上ですね、ちょっと赤で先に特定公社債関係の、まあ、変更のあったところですね、話をさせていただきました。では、公社債、まだちょっと公社債じゃないかという感じですけども、ここは廃止なので、一緒にリンクしません。また恐れ入ります。各種所得に戻っていただきまして、3つ目ご覧いただけますでしょうか。無記名のってね、所得税のですね、36条ですよね。収入の金額のところとかでね、これ見たことがあるかと思うんですけれども、この無記名のね、公社債の利子等の帰属に関する督促、これがもうなくなりましたということでね、これは一つなくなっちゃったっていうような話ですよね、も入れさせていただいています。
ね、失礼しました。からその次、給与関係ということで、重要性が高くないという意味ではなくって、ちょっとこの3つですよね、給与関係、ちょっとこの3つまとめて見ていきましょう。通勤手当までですね。給与所得控除額の上限額の引き下げということで、一番高い人ですよね、そこの計算がね少し変わりますよ、1200万円超のね、方の、給与所得控除額、これがですね、少し変わりましたというところから、特定支出のね控除の特例、これも改正が入りました。所得税法の57条の2というね条文ですね、ここもですね計算においてですね改正が入っています。でちょっとねすみません、前後してまた戻りますけれども、給与所得控除額のね上限額の引き下げ、これ本当に一番マックスのね1200万円超の方に関してだけで、他は変わっていませんのでね、だからそこだけ変わったっていうことで抑えていくというような形になります。で特定支出のね控除の特例、こちらも計算が今までよりもしやすくなったのかなというようなね、改正です。から通勤手当のね非課税限度額なんですけれども、今までね10万円だったところが15万円になった、月額ね、ごめんなさい、月額10万円だったところが月額15万円までは非課税ですよと、やっぱりここは正確にちょっと抑えなきゃいけないところで、給与関係ね3つ3点セットで、ね、ちょっと変わったところがありますということです。ではですね、その通勤手当のすぐ下のね、特定公社債の譲渡についてはね、それこそ課税になるという、そのすぐ下、NISA とね、あるところですね、英語の文字ですね。非課税、ごめんなさい、非課税口座内のですね、少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置、これの限度額ですね、100万円から120万円に変わりましたと、ちょうど1年前ですかね、私お正月過ぎたあたりからだなという記憶がすごくあるので、その頃からね CM でバンバンやってたね、120万円までとかね言ってた話がねちょっと変わったところが、いよいよですね施行されてということで120万円になったということです。から国外転出の譲渡所得の改正がですね、正直、改正税法のすべてっていうものを私も読んで、いるんですけれども、もう依然続いているというような状況ですね。で今回に関しては相続があった場合とか贈与があった場合とかねいうところが変わってたり、ただちょっと皆さんの試験ではね、その相続があったとか贈与があったというようなところよりも、このすぐ下損益通算にちょっと入ってしまいます。ご覧いただけますでしょうか。上場株式等にかかるですね、譲渡損失の損益通算および繰越控除、先ほどね特定公社債の分が加えられるよっていうところを見たのと一緒なんですけれども、この国外転出する場合の譲渡所得の特例にかかるものも、ここもですね含むということで、ここはいろいろですね加わってきたと。この損益通算の中に加わるっていうことは、何かでちょっと厳しすぎるんじゃないかというような声があったんじゃないかなっていうふうにね見ているんですけれどもね、そんな形でね国外転出の譲渡所得の改正はちょっとまだこれでいいのかな、大丈夫なのかなというような改正の仕方なんですよね。要はここで確定ですよって、なんかまだこれでもまだ声が入ってきちゃうんじゃないかなと、まだ厳しすぎるよとかですね、ここはちょっともうちょっと緩くしたっていいんじゃないかとかね、いうような声が入ってきそうだなっていうような改正が入ってたなっていうね、ところです。から一番下見ていきましょう。損益通算も2つ見終えたということで恐れ入りますが、納付税額のところなんですけれども、住借りですね、住宅借り入れ等の、ね、特別控除で、これが非居住者つまり国外に住んでて、でもう例えばですね赴任の時期が、ね、海外赴任の時期が終わりそうだとかっていうことで、ね、日本の国内にお家取得する方だっているよねと、そういう方に対してちょっとね優遇措置がなかったよねというようなことで、その非居住者の取得も含みますというような改正が入ってます。ただちょっと要件がねいろいろ細かくはあるんですがということで、要件ありということを入れさせていただきました。
あ所得税法のね、内容についてはこれくらいでしょうかね。そしてでは引き続きですね、消費税法を見ていくことにいたしましょう。3税目目ということで、消費税はね、まあ、税率が変わると大変ですけれども、またそれも引き延ばしになってということで、今回はね、まあ、主なところということでこのくらいをということで挙げさせていただきました。でまずは1点目なんですけれども、輸出免税のところで出てくるね、外国人旅行者向け消費税、免税制度についてですね、見直しがありましたと。まあ、金額に関してなんですよね。ちょっと金額のラインが、まあ、お店の方もだと思うんです。その商品を売ってるお店の方も判断しにくかったというような事情があってですね、少しその金額のラインが分かりやすくなったというような改正が入っています。で、そんなにね、輸出免税あんまりなんて言うんだろうな、ここの、そのね、外国の方々とかっていうところについてはそんなにっていう感じではいたんですけれども、昨今ね、外国人旅行者が非常に増えてますし、これからね、東京オリンピックに向けて少しずつね、変わってきているところに、ね、なりますから、やっぱりチェックはしておく必要はあるのかなというふうに思っています。そして二つ目ですね、もう括弧書きを見てしまいましょう。リバースチャージっていうのね、前年からですよね、ちょっと論文式の試験で、ここまでは確認しておきましょうと。まあ、とある大きな上場会社さん、会社さんが、ちょっと、してたことがですね、ちょっとそれは租税回避じゃんじゃないかということで、課税庁側が、まあ、見直してですね、このリバースチャージっていう制度を作ったと。まあ、事業者向けの、その電気通信利用役務の提供。まあ、電子書籍とか音楽とかね、広告の配信。これをイメージしていただければと思うんですけれども。まあ、この内容に関してですね、ちょっと、ここにすみません、書いてないんですが、プラスアルファで入った部分もあります。ちょっと、レックのテキストの方では、それを、28年4月からはこういう内容も入りますっていう一言入ってたので、すいません、ちょっと入れてないんですが、それが一つ入ることと、あとプラスアルファですね、その内外判定のね、見直し、まあ、というのが29年1月1日以後に入ってきてると。ただまあ、29年1月1日以後っていうことは、皆さんの本試験、法人ですと、28年の4月の1日から29年の3月31日というのが試験のですね、まあ、事業年度なり課税期間ということになりますから、まあ重要性はね、乏しいのかなと思います。そして3つ目ですね、納税義務。で、前年16年の本試験でもね、まあその判定というようなところ、まあ納税義務ありの判定からという形ではあったんですけれども、ここですね、納税義務の免除のね、特例ということの追加ですからね、ここね、免除のね、特例の追加と。まあ端的に申し上げれば、もう純粋な新設法人って言えばいいですかね、純粋な新設法人については、その事業開始後に2事業年度においてですね、まあ免除しますよというふうにしたかったんだな。というような改正。だからもうね、免除されしてもらえる範囲がだから非常に狭まってきて、まあこれで最後の最後の封じ込めが、ちょっと国側の立場から言ってるような感じで申し訳ないんですけども、ね、国からすれば、まあ租税回避なり、ね、新しい法人作って、壊して作って壊してとかね、いうようなことをされながらですね、税収が確保できないというような状況を、まあ、封じ込めていくというような、その施策がこれで、まあ、ほぼほぼ終わったのかなという、まあ、最後の一個というようなところですね。ここにも書いてありますけれども、高額の資産ですね、高額特定資産、もうこれ、金額の高い資産と思ってください。を取得した、場合のね、納税義務の免除の特例。これが一つ追加になりましたというようなね、改正が入ったということです。
まあ、あの改正分野についてはですね、おまかに柱としてはこれくらいということで、それいりますが、ちょっとまた1ページ目戻らさせていただきまして、今回ね、今お話しさせていただいた内容って本当にあのピックアップさせていただいたものです。で、詳細についてはね、あのテキストに記載させていただいていますので、そのようにお捉えいただけると助かります。ではまずね、まあ、改正は2点あってということでですね、ちょっと税制改正の話から先にね、見ていきましたけれども、では試験範囲のね、一つ新しく追加される組織再編成ですねに関するですね、内容ページめくっていただきまして、少しテキストのですね、入り口部分だけあの付けさせていただきました。経営の、ね、合理化を図るために法人が、ね、まあ、組織再編成を行っていくということなんですけれども、あの皆さん、ね、あの財務会計の方で、あのパーチェス法とかですね、プリング法とかですね、まあ、プリング法今、ね、ないですけれども、まあ、パーチェス法とかですね、勉強されていると思うんですが、まあ、そこに関わるその税務の内容というふうにお捉えいただければと思います。ね、やっぱり会計と税って必ずリンクしているのでということで。で、まあちょっとね、今日は概要ということで少しね、見ていきたいと思うんですが、ページめくっていただきまして、右上33の B1 ページと書いてあるところですね。ご覧いただけますでしょうか。で、恐れ入りますが、今日はここの概要の部分だけ、あの、たくさんあるんですけれども、あの、概要の部分だけなんです。たくさんあるんですけどね。たくさんあるんですが、これ全部が概要ということで、収めさせていただいています。携帯に、ね、応じて、まあ、置かれている規定について抑えながらですね、税務調整できるようにしましょうということで、まあ、ちょっと今日は、ね、概要のところだけ少し、ね、見ていくことにしましょう。でも皆さん、ね、ご存知の通り、概要一番の、ね、括弧1のところをご覧ください。もうあの合併分割現物分配から現物出資、そして株式交換株式移転がありますよと。で、まあ、下のところに表になっていますけれども、それいりますが、現物分配に関してだけはですね、グループ法人税制のところで、入れているというようなね、あの構成にさせていただいています。ここだけですね、現物分配についてはですね、グループ法人税制のところで入れています。まあ大丈夫ですよね。合併については2つ以上の企業がね、1つにね合同することだし、ね、分割型分割、ね、まあ、人的分割と言われてたり、文書型分割はね、まあ、つまりは、ね、1つの会社が2つの会社になっていくと、ね、いうような形ということですよね。から、現物出資に関してはね、金銭以外の資産を、ね、持って出資すると、ね、いうことになりますよね。そうですね、現物出資ですね。からまあ株式交換、株式移転、まあ、これもですね、既存の会社型のね、会社の発行済み株式のね、すべてを取得して、完全子会社に、ね、なることだったり、まあ、新設会社との、ね、交換株式移転というようなことですよね。で、まあ、これが組織再編成の、まあ、分類ということになるんですけれども、まあ、あのね、趣旨、こういうことを行う趣旨としてということですけれども、括弧の2番のところですね。まあ、法人が、その経営の合理化を図るためにね、まあ、こういうことしますよと。ただしですね、ちょっとここね、今日せっかくね、あの、いらしていただいているので、まあ、こういうところを中心に見ていくんだということで、その下なんです。この趣旨のところのすぐ下のところ、ね、1行目のすぐ下、3行目ですね。失礼しました。3行目のところから見ていきましょう。ね、組織再編成により、資産等の移転を行った場合には、今ね、ここ法人税法のテーマなので、法人税法上って原則22条思い浮かべてください。時価によって譲渡するというふうに考えますよねと。ですから、ね、その考え方にのっとれば譲渡損益認識することになりますよねと。だけれども、ね、あの経営の合理化を図るために、ね、やっていくその組織再編成、それを、まあ、この、ね、譲渡損益を認識していって
ね、計算していくということでは、そのね、組織再編成を妨げるというようなことにもなるんじゃないでしょうかと。いうことで、一定の要件を満たす場合には、特例ですね。例外というわけではなくって、特例として、母家による移転として取り扱って、課税の繰り延べ、いわゆる課税の繰り延べなんですけどね、結局はね、特例として、母家によるね、移転として取り扱っていくと。まあ、ただこれは要件があるんだということなんですと。いうこの、ね、視点で見ていっていただきたいというところなんですね。原則はね、22条にのっとって、当然時価なんですよと。けれどもね、要件がある程度ね、揃っていれば母家でもいいですよと。課税の繰り延べなされますということです。で、前者ですね。まあ、これ知っておいてもいいかと思いますので、ね、その時価による、ね、方法について、これを否定企画というふうに言います。母家による方法についてこれを適格というふうにね呼ぶんです。だからちょっと大雑把かもしれないんですけれども、原則の方についてはですね、パーチス法の形なんだなっていうようなイメージをしてくれれば本当に十分です。課税の繰り延べの方はね、持ち分プーリング法なんだなっていうことでイメージしていただければと思います。で、ページめくっていきましょう。続けてですね、その否定企画と適格のね、場合についてということで、33の2ページというところですね。まあ、否定企画の場合の課税関係、誰がですね、まあ、課税の対象者ですかとね、いうことから、その2番目のところですよね、否定企画と適格のね、違いとね、いうところ。やっぱりここをですね、しっかりと押さえていってと。いうことがまずは1点目必要になるところなんだというところですよね。ですから、まあ、非適格の方は、含み益がね、表に出てくるし、適格の方はね、含み益は表に出てこないんだとね、いうようなね、話ですよということです。まあ、こちらもせっかくですから、色分けしておきましょう。まあ、税の考え方としたらね、原則的には含み益出てくると。で、まあ、それがですね、所得税だってそうですよね。譲渡所得、特にね、譲渡所得イメージしていただければと思うんですけれども、あれだってね、つまりは、キャピタルゲインに対してなんてね、いうふうに、テキストなんかにも書いてありますけれども、いわゆる含み益にね、対して課税していくという考え方が、税の考え方の基本ではあるんですが、と。で、そのね、適格に該当するか、非適格に該当するかっていう、その要件ですね。ごめんなさい、判定ですね。ちょっと先に見ちゃいましょう。33の B3 ページ。こちらがですね、合併の場合の、その判定なんですけれども、ね、まあ、左から右に向かって見ていただければと思うんですがね、非合併法人の株主にね、合併法人株式以外の資産が交付されないと。いいえとね、つまり株式のみが交付されますよということであれば、もう非適格ね、つまり時価でね、計算してくださいねと、含み益ね、表に出してくださいねということになりますが、例えばですね、この上の方ですね、見ていただくと、次のね、まあ、要件として 100% お持ち株関係がある場合の合併、うん、そうですよということであれば、もうそれはね、時価、ごめんなさい、母家ですね。母家で言っていただいていいですよと。これはまあ 100% だけではね、ちょっととね、いうことで、さらに下ですよね。この 100% ではないんだけれども、50% 超の持ち株関係があって、で、さらにですね、まあ、大部分の従業員、で、これ大部分って 80% 以上なんですが、またこれもちゃんと講義でお話ししますからね。大部分の従業者の引き継ぎだったりですね、から、主要の事業の引き継ぎがあるというようなね、要件がこれ整えば、もうこれも母家でいいんじゃないですかと。ね、含み益を表に出さなくていいんじゃないですかと。いうような形でですね、判定をしていくというような話なんです。ですので、基本的にはね、財務会計で皆さん学習されている通りですね、ちょっとね、先に適格、非適格、どんなね、話だろうっていうこと、33の B3 ページで見ていただきましたが、前後してすみません。33の B2 ページの下の方をご覧いただけますでしょうか。で、まずね、一つ目ね、合併。これ、大丈夫ですよね。会社法等の規定によってね、2以上の会社が合体して一つの会社になることですよね。それから、ちょっとね、恐れ入りますページめくっていただきまして、分割ですね。分割がですね、33の B8 ページ。
らがですね33の B8 ページ分割で、分割についてはですね、分割型分割とから分社型分割とということで、ね、見ていきますよと。でこちらもですね、分割についてもちょっとページをめくっていただければと思うんですが、33の B20 ページですね、まあ、判定が同じようにね、さっき合併のところで見たようなね判定がありますよと。で、まあ、今日ねちょっとね、せっかくなので合併のところ判定見たのは、実は合併が基本にあって、でプラスアルファどこが違うのかなっていうふうにお捉えしていっていただくのが一番ね、理解が早いのかなというふうにね思いますので、ね、まず合併が基本にあって、そしてね、他の形式ですよねについては どこがどう違うのかなというような形で捉えていくと入りやすいと思います。でまたねちょっと先続けて見ていきましょう。から現物収支については33の B18 ページこちらもですね入れさせていただいています。18ページですね、33の B18 ページ、こちらですね現物収支について、これも仕組み、ね、ここは大丈夫かなと思いますね。法人が金銭以外の、ね、資産を持ってする出資のことですよね。それから株式交換株式移転ですね、こちらが33の B23 ページ株式交換が33の B23 ページごめんなさい、株式移転が33の B27 ページ株式移転ですね、ごめんなさい、株式移転が33の B27、 33の B27 ね、33の B27 ページ、これね、すべてにおいて、まあ、今ちょうどね、33の B27 ページね、開けていただいてますから、これね、例えば株式移転についても、同じように判定をしていって、適格なのかな、非適格なのかなということはね、その内容で判定していってですね、そして計算を進めていくというような形になります。で、あとはね、みなし配当、ちょっとみなし配当をですね、少し考えていかなければならないところがあるので、受け配の基金参入、もう毎年というくらい出題される項目の一つですよね。ちょっとカメラ切り替えますが、ね、受け配の基金参入ね、もう必ずと言っていいほど出題される内容のね、一つですけれども、そこと の兼ね合いも考えていくところがありますので、ね、合併のところちょっと前後して申し訳、ま、ありませんが、33の B5 ページとかですね、みなし配当はあるんでしょうかないんでしょうかとかね、いうところ、今ちょうどね、見えたので、33の B5 ページですね。ごめんなさい。ね、33の B5 ページですね。まあ、こちらの表のところを見ていただきたいんですけどね、みなし配当は、ね、あるんでしょうかないんでしょうかとかね、いうところを考えていかなければならない話も含まれてくるので、受け配のところとですよね、受け配の基金不参入のところ、これとですねリンクしてちょっと理解を進めていかなければならないと、ね、いうような形になっています。まあ、どうでしょう、入り口のところは合併が、ね、基本で、なんか難しいこと入ってきそうだなって、ね、いう感じですけど、まあ、原則は時価なんだけれども、ね、特例として、まあね、母価、含み益を認識しないっていう形もね、まあ、要件整えば認められるんだっていうね、その大きな筋が、ね、今日ね、分かるとまた内容が入りやすいのかなっていうことからもうね、すべてにおいて合併がね、基本にあって、じゃあ他のね、形はどういうふうにね、変わってくるのかなっていうところを、着目しながら勉強を進めていくと、すごく、非常に入りやすいかと思いますので、そのようにね、お捉えいただければと思います。まあ、今日のですね、レジュメの方に概要のところだけ付けさせていただきましたので、ぜひともね、ご自宅帰られて、ちょっと読んできたいなっていう方はね、そういった視点で、読んでみていただければと思います。では、租税法のね、改正の内容としては、以上となります。で、
では恐れ入りますが続けてですね、財務会計論、あの影山先生の方からですね、少しあの話をさせていただきたいと思いますので、私の講義の方はですね、これで以上とさせていただきます。皆さんお疲れ様でした。はい、それではですね、引き続き、財務会計論ということで、私ですね、レック担当、専任講師の影山と、申しますけれども、担当させていただきます。よろしくお願いします。はい。で、配布物なんですが、まあ、1点ですね、レジュメが、ございます。で、こちらもですね、まあ、改正ガイダンスレジュメというレジュメがあるので、こちら使ってですね、簡単にあの説明をさせていただきたいんですが、ただ、あの、財務会計ですね、まあ、あの、一言で言ってしまえば、今年度のですね、新しい改正というのは特にないんですよ。で、まあ、改正分野知っておこうというタイトルで、何なんですけれども、特に新しいものが、ありませんので、まあ、時間的には本当に20分ぐらいで、まあ、今日の、ね、メインは租税法というところで、まあ、おまけで聞いてもらえればと思います。で、まあ、ただですね、よく質問があるところで、まあ、昨年ですね、新しく基準がですね、公表された税効果の回収可能性についてのですね、適用指針を、少し説明をしていきます。はい。で、あと、まあ、おまけで、税率変更に伴ったですね、使用する税率っていうのが、これ今年の3月にですね、また適用指針が公表されたんで、まあ、その部分と、あと最後に、まあ、修正国際基準のですね、絡みで、1点ほどですね、お話をさせてもらいたいんで、まあ、計3つのですね、お話を、この財務会計ではさせていただきます。はい。では、まあ、早速なんですけれども、こちらのですね、レジュメの方で、これ昨年の12月、まあ、ちょうど1年前ですね、税効果のですね、回収可能性に関する適用指針というものが公表されました。で、この適用指針公表される前というのは、監査上の取り扱いっていう形で、まあ、基準のものがですね、あって、で、その監査上の取り扱いのところに回収可能性についての、まあ、ルールとかがですね、載っていたんですけれども、まあ、税効果のですね、その回収可能性っていうのは、そもそも監査の話じゃなくて、まあ、会計の話だろうということで、その会計の方で、ASBJ ですね、企業会計基準委員会が、まあ、回収可能性のですね、適用指針を公表したという経緯がありますので、まあ、以前はその監査上の取り扱いっていうところから、まあ、この企業会計基準委員会が公表した適用指針に、まあ、設定主体が変わり、で、まあ、それに伴ってですね、こちらの適用指針を使って回収可能性を判断していくという流れになっておりますので、まあ、実質的にはですね、その以前の監査上の取り扱いのところで用いられていたルールと、まあ、変わりは特にないですし、まあ、変わった点というのは会計試験というよりはその会計士受かった後ですね、修了考査とかで勉強する内容がメインなんで、直接この会計士の担当式試験とか論文式試験にはあまり関わってこないと。で、まあ、どっちかというとその担当の細かいところで出るかなっていうのはですね、ありますけれども、こう論文のですね、考えるようなところについては特にこの公表について影響があるかといったら、まあ、そんなにないんじゃないのかなと個人的には、思います。はい。で、まあ、ちょっとね、その具体的な説明をさせていただきますけれども、まずそもそもこの回収可能性って、何だろうというところからですね、簡単に見ていきます。で、まずこのレジュメのですね、一番上の二重線の囲みの中は、これは会計基準上のですね、文言を抜粋しました。で、まあ、特に見てもらいたいのは、これですね、将来の会計期間によって回収または支払いが見込まれない税金の額を除きというところ。つまり、まあ、その回収可能性というものがなければ、繰延税金算とかですね、あとまあ支払い可能性になりますが、繰延税金負債を計上してはいけないんですね。で、今まで、まあ、なんとなくね、それだけ覚えていて、まあ、担当の丸×とかね、判断、されていた方も多いと思いますけれども、じゃあそもそもこの回収可能性っていうのが何なのかっていうのを、簡単に下のですね、説例を設けて、解説をしていきたいと思います。ね。はい。まあ、非常に数値はシンプルです。まず第1期、売上1万で売上原価が6000で、で、期末の商品3000について1000の評価損を計上して、で、まあ、税務上は商品が売却されるまではその評価損の損金算入を認められないということなので、まあ、会計はですね、収益性低下したときに費用処理をしますが、税務の場合は、まあ、ここで書いてある通り、まあ、商品売却されるまでは、評価損の損金算入が認められないと、していきます。はい。で、その後ですね、問題文の3の1と3の2という形でパターンを2つに、分けました。まず3の1というのが、まあ、翌期になって商品を5000で売却してそれ以外の取引がなかったっていうケースが3の1で、で3の2っていうのは
また翌期になって商品5000で売却しているんだけれども、まあ、その販売による損金算入がですね3000発生しているよっていうのを条件としてつけました、はい、なのでまあここではですね、まあ3の1と3の2、ちょっと2つのパターンについて、見ていきたいと思います、はい、でまず3の1の方ですね、第1期いや商品評価損を会計でですね費用処理する場合の、まあ、PL みたいなものを左上の表を見てください。でこの場合、まあ、税務も会計も売上1万 で売上原価が6000です。で第1期だと税務評価損ですね損金算入しませんが会計は評価損費用計上しますんで、税務の所得が4000なのに対して会計の利益が3000になっていると。で法人税等の金額は、ねまあ、納付額として税務上の所得の金額をベースに算定されるんで4000の 40%自己税率 40% っていうのが資料の4番にあるんで 40% で1600が、まあ、納付額だと考えてください。まあ、これが納付額で、で会計のですね法人税等もこの税務上の金額がやってきますけれども、まあ、ここで皆さんがですねいつもやってる税効果会計ですよね。まあ、よく入門の初めの方とかではねこの3000の利益に 40% で対応しない1600ですね対応関係を図るために、まあ、法人税等調整額をね計上して1200にして、対応を図れて、で税効果会計って意義がありますねというですね、学習をしているかと思いますけれども、まあ、まさにそこのところを思い出してください。この評価損のね、将来減産一時債の 40% の400を、法人税等調整額で計上して対応関係を図っているよと。はい。でまあ、これは、ね、ごくごく普通の入門のところで一番初めにやっていくような説例になりますけれども、まあ、その下ですね第2期、その際が解消されるときに、この将来減産一時債というのは、まあ、どういう効果があったのかというところをですね、見ていきます、はい。第2期その商品を売却しました。で売却したときに税務上は商品評価損が損金算入されますので、まあここですね、売上5000で売上原価がマイナス2000で、評価損マイナス1000で、所得が2000と。で会計の方はね、もうすでに第1期に評価損ね費用計上していますんで、売上原価ですね評価損の分切り下げた商品が売られたって考えてですね、2000の商品が売られて、で3000の利益と。でこの時に課税所得2000に対して 40% の800、納付額が算定されます。で、それが会計にやってきますが一時債解消期には繰延税金資産取り崩して法人税等調整額ですね、逆転させてで、まあ、1200の対応関係を図ることができますねっていう形でやっていきますけれどもここで回収可能性っていうところはどこに現れているのかって言いますとこの3000の会計上の利益に対して本来ですね 40% の1200を納付しなければいけないんだけれどもただ実際納付している金額っていうのは800で済んでるわけですね。でこれっていうのは将来の税金の納付額を減額する効果がね、まあ、この400に現れていると。まあ、さらに言ってしまうと、こうですね、債が発生したときに将来の解消を見込んでこのですね一時債評価損をですね、税効果適用することによった、まあ結果、ね、この第2期の3000に対する1200納付しなくても済んでいますよ、ね、これは回収可能性が十分にあって第1期に繰延税金資産400を計上することによる恩恵を第2期に受けていると。でこれは回収可能性が十分にあるということなんですね。つまり会計上の利益、まあ、税務上の所得ですね、これが第2期に十分に生まれるから、この法人税の減額効果、納付額の減額効果を受けることができると。まあ、ここは何も言えなくね、皆さんがいつもやっているところだと思います。ただ、回収可能性がないケースっていうのは、どういうケースなのかっていうのを見ていきます。この第1期、あ、ごめんなさい、例の3の1の方ですね、3の1の方は回収可能性が十分にあるケースです。でそれに対してちょっと3の2の方はですね回収可能性っていうものがないケースになるんでこれをですねちょっと見ていきます。で第1期は3の1と全く同じです。で第2期になると3の1と違うのはこの上から3行目の販売費用っていうのがかかってくると。
まあ、ちょっと売上原価よりも販売費用が大きくて多少違和感があるようなですね、比率かもしれませんけれども、まあそこはあまり気にせず、税務上も会計上も売上が5000で売減が2000 で販売費用損金算入費用計上ともにですね、マイナスをしていってで税務の場合は第2期にさらに評価損が損金算入されるんで税務上の所得がですね、マイナス1000と、はい、ただですか税務上の所得マイナス1000でこれに 40% かけてマイナス400が納付額になるかって言ったら、納付額がマイナスになるということはありませんので、法人税との金額はまあゼロと考えてくださいですか、まあ、ここ吹き出しにちょっとコメントがあります、ね、まあ、納付額ゼロ でこれ会計のところやっていきます。でこの時に考えてもらいたいのは会計上の利益ゼロで納付額もゼロでも税務上の納付額もですねゼロでここで法人税の減額効果っていうのがです特に生まれていないんですよね。先ほどの例3の1と比較してみてください。例3の1はですね、十分な課税所得があることによって、400だけ納付額が減ったんですよね。本来1200納付しなければいけないところに対して納付額が800だったのに対するんですね、納付額が800で済んだんだけれども、第2期3の2の方は税務上のですね、所得がマイナスによって納付額がゼロになってしまうと。それによって納付額ですね、これマイナス400になればいいんですけれども、決して納付額がマイナス400になるということはなくて減額効果が特にありませんよと。なの ですか、結果として吹き出しにもある通りこのようなケースだと第2期に課税所得十分に見込まれないんで繰延税金算計上することはできないんですね。なんでまあ下にこれ第2期3の2の方は、まあ、法人税と調整額とかありますが、まあ、これは計上できないということですね。これできませんよと。でこれは回収可能性がないから十分な所得が発生しないことによって法人税が、ね、将来的に減額するということがないと。だから計上できないよっていうのが、まあ回収可能性で、まあ、ここは、ね、別にその改正云々って話ではありませんけれども、ね、まあ、そもそも何ですかって質問が結構あるところなので、まあ、簡単に今回のこの適用審の公表にですね絡んでいるところなんでまずちょっと説明をさせてもらいました。でそれを踏まえてですね、それを踏まえてじゃあ実際試験では、まあ、この改正に絡んだ内容がどう出題されるのか、そして、まあ、少なくともですね今日せっかくここに来てもらったんで覚えていただきたいことが次のページにあります。すみません。回収可能性の判断基準3要素ということで、おそらくですね以前から学習されていた方は、ね、回収可能性3つの要件を覚えましょうということでこの上のですね監査上の取り扱いのところで収益力に基づく課税所得の十分性タックスプランニングの存在そして将来加算一時債の十分性ということで3つの要件を抑えて回収可能性を判断していきましょうということを、覚えたと思いますけれども、これがですね公表された適用指針だと変わります。でも実質的には同じです。実質的に同じなので、まあ、このね最終的には担当なんかで整合の判断が問われたときにまあ、びっくりしないように言葉が変わってるだけだと思ってもらいたいんですけどもこちらの下のところをね、まあ新たに覚えるとでも基本的には同じですよと思ってください。でかつその細かい違いというのは会計試験の中では聞かれません。修了講座ですね皆さん受かってから補習所とかに通いながら勉強するような内容ですんで、そんなにあの細かく気にしなくてもいいです。ただまあ言葉だけ押さえておくと。まあ、これらのですね3つの要素を検討して先ほど前のページで見たようなその回収可能性っていうのが本当にあるのか法人税の減額効果っていうのが本当にあるのかっていうのを検討していきます。でここで、まあこのですね適用指針新たにですね用語が定義付けられておりまして、今ですね四角で囲った後ですね丸の1番と丸の2番に出てきますが後半ですね一時債等加減算前課税所得という、言葉が出てきます。別にこれも覚える必要はないです。
まあ、こういった言葉があるんだなというぐらいですね、まあ、意味内としては結構その難しいというか、これから先の内容をですね理解していないとなかなか難しい言葉で、実際この回収可能性っていうのは会社を5つの分類に分けて、すごい安全な会社とかちょっとやばそうな会社とか、もうこいつは本当にやばそうだなみたいな会社で5つの分類に分けて、その分類に分けられた5つの、判断基準に基づいて回収可能性を判断していきます。まあすごい、ね、安定している会社は回収可能性の判断基準も緩くて、やばそうな会社は回収可能性の判断基準も厳しいと。なのでその先の5つの会社の分類から、どういう判断基準をしていかなければいけないっていう、まさにその終了考査とかでやっていく内容が分かんないと、厳密なこのですね、一次歳と加減算前課税所得という意味が、分からないんですが、ただ、まあ、簡単な、ね、こう説例をまた設けたんで、ちょっとだけ見ていきましょうか。で、別に試験に直接的に関わるような内容ではないんで、よく分かんないと思う方は、ここについては気にする必要はありません。でなんでですね、この一次歳と加減算前課税所得という言葉を設けたかっていうと、従来はですね課税所得っていうですね言葉だけがいろんな意味をですねなしていたんですね。まあ、定義に一貫性がなかったと。なのでその課税所得というですね、定義をもうちょっとですね細分化して、その回収可能性の判断にね使いやすいような形に練り直したものが一次歳と加減算前課税所得っていうね言葉になります。なのでこの適用指針では課税所得っていう言葉と一次歳と加減算前課税所得っていう言葉が使い分けられているという状況です。でちょっとだけ下の説例でその課税所得と一次歳と加減算前課税所得と、何が違うのかなというところをですね、見ていきますが、ちょっと説例いきますね。まあ、×1 期において減価償却超過額と、あと賞与引当金600ですね、超過額が40で賞与引当金が600あって、まあこれそれぞれ将来減算一次歳ですと。で減価償却超過額は×2 期に20、×3 期に20ですね、解消され、で賞与引当金は×2 期に全額600が解消されますよというですね見込みが立ちました。で、2番ですね、それぞれ ×1、×2、×3 の利益が1000、1050、1120と見込まれていると。ただこの ×1 期において、すみません、×1、×2、×3 において同じように賞与引当金の将来減算一次歳が発生する見込みと考えてください。すみません、一番初めこれ ×1 期じゃなくて ×0 期にします。すみません、×0 期の期末にあると思ってください。すみません、そうですね、申し訳ないです。問題文の一番初めですね、×0 期期末に、あると思ってください。すいません。でその後 ×1 期、×2 期、×3 期に、まあ、利益なんかが出てくるよと、はい、たときに、まず一次歳と加減算前課税所得というのは×1 年度の利益が出てきます。まあ、これ税引き前の当期純利1000が出た後、その×1 年度以降に発生する一次歳について考慮をして、そしてそれを加減算した金額が一次歳と加減算前の課税所得で、×0 期末現在にある将来減算一次歳の解消っていうのは考慮しないんですね。×0 年度期末に減価償却超過額だとか賞与引当金があります。これは翌期以降解消をするんですけれども、それらは考慮する前の金額が一次歳と加減算前の課税所得です。でその一次歳と加減算前課税所得から×0 年度期末に存在する将来減算一次歳なんかの解消を考慮した後の金額を課税所得としているんです。ただそれだけなんですね。で一応適用指針上ではこの一次歳と加減算前の課税所得は将来についての回収可能性の判断基準としていきますよと。なんで基本的に回収可能性についてはこの一次歳と加減算前の課税所得、これを使っていくんですね。将来についての指針だと。ちょっと字が下手で申し訳ないですが、これ将来と書いてあります。すみません。で一番下の課税所得っていうのは過去発生したもののですね実績を見ていく指標というふうに一応ですね適用指針は書いてあります。まあ過去のものだと。過去発生したものがね本当に減額効果があったのかっていうところをね、まあ、一応こう実績として確認する指標という形で書いてあるんで、まあ、これもですね
さっき申し上げました会社を5つの形態に分けて回収可能性をそれぞれ判断するっていうところでかなり細かな規定があるんで、その中でね、この一次斉藤加減3枚課税所得がよく使われるというだけです。なんでまあそんなに気にしなくても構いませんので、まあこの説例を見てはこんな感じになってるんだなっていうのを雰囲気だけ感じ取ってもらえればもうそれで全然十分です。で実際会計士試験上はまあ言葉がね問題文の中で使われるケースっていうのは考えられますんで、言葉が出てきてもびっくりしなければもうそれで全然 OK ですね。なのでまず今日ですね、一番本当はねこの改正講義で皆さんに理解してもらいたいところは、そして会計試験でも出る可能性があるところっていうのは一番初めにやったこの回収可能性の意味ですね、まあ、ここは当然知ってもらいたいところですね、まあ、改正運に関わらずで改正に関する部分としての適用心 であれば、まあ、この3つの要件ですね、実質的には同じですけれどもこの3つの要件というところを、まあちょっと頭の中に入れておくと、まあ、これも言葉は変わっているんでね、以前のものしか知らなければ担当であれば罰足としてね、判断をしてしまってもおかしくないんで、言葉が変わりましたよというところだけ押さえておいてください、はい、これがまず一つ目の、回収可能性の適用心についてです。であと二つも本当におまけになりますが、レジュメですね、まあ、最後のページとか、まあ、3ページしかないんですが3ページ目の、ローマ数字の2番適用税率ということで、税率変更時にいかなる税率を適用するのか、ね、これは今年の3月に公表された適用指針ですね、まあ、税率に関する適用指針というのが公表されていて、で以前ですねこれ税率の変更があったときに、ね、どのタイミングで変更後の税率を使うのかということで、以前はですね決算日において交付されている税率を使っていったと。ですけれども、まあ、改正というか、まあ、適用指針の公表がありまして、交付じゃなくてこうです、ね、国会で成立している税率をもう使っていっちゃうと。まあ、ここは本当に担当なんかの、ね、選択肢では出てくる可能性はあるかなと。まあ、ただそれだけですね。まあ、成立していてもなかなか交付されないというケースで、例えば3月のですね決算期の前の段階で、もうですね国会で成立しているんだけれども、でも交付されていない場合には、まあ、どの税率を使えばいいのかっていう現場のですね混乱とかが結構ですねあったりしたので、もう成立していたものであればもうそれを使っていっちゃおうという形になりました、まあ、これも本当に細かいところですね、はい。でまあ、あと最後ですね、もう一個、修正国際基準についてというところをレジュメ用意しました、まあ、これも簡易的なものですけれども、一応ですね、担当式本試験では、出題のですね編みかけの中に修正国際基準の、まあ、取り扱いっていうですね形で一応範囲には入ってるんです。ただ修正国際基準の内容自体がダイレクトで問われるっていうことは特にないと思います。ただ、まあ今年の論文式試験を見ていても、結局今年の論文式試験の第5問は日本の基準と IFRS の違いが、論点としてですね上がっていて、まあ結局ねそこのところがスポットで当てられていたわけですから、まあ論点自体は大事と。別に IFRS の内容を知らなくても、ね、まあ先に言っちゃえばこれのれんなんかのね話だとか、あとはリサイクリングしないとかっていう話っていうのは非常に、ここではね、大事な話で、別にイファースの内容を知らなくても日本の基準のところでですねその論点が聞かれるっていうことは大いにありますので、まあ細かいところというよりはこうトピカルなところなんで、こういったですね海外との相違の部分っていうのは非常にこう問題としては狙われやすいというのは知っておいてください、はい。で、まあ、この修正国際基準って何なのかといいますと、まあ本当に簡単に言っちゃうとイファースに調整を加えた日本独自の基準ですね。まあ、一応位置づけとしては日本の基準です。で、まあ、経緯としてはやっぱりIFRSですね、丸々強制適用したいわけですけれども、ただどうしても、ね、日本の会計基準の考え方とですね相入れない部分もありますんで、丸々適用するのはなかなか難しいと。でさらにまあ今だとねアメリカの方もまだIFRSの方に、ね、適用していないんで、まあ、日本はアメリカ待ちというような状況もありますけれども、ね、そこで、まあ、ASBJ はとりあえず、まあ、IFRS に適用するにあたって日本と相譲れない部分については日本のルールを貫きますけれども、まあ、それ以外の譲れそうな部分については、まあ、IFRS の、ね基準で会計処理やっちゃえばいいじゃんという形で、まあ、要は IFRS と日本の、ねミックスバージョンというのがこの修正国際基準になっています。で、
まあ、このですね、修正国際基準の、まあ、適用についてっていうですね、公表文にはどう書いてあるのかっていうと、ここですね、まあ、IFRSの個々の基準のうち、削除または修正が必要とされ、削除または、修正された基準というのが、まあ、こう正式な修正国際基準の中身と。で具体的には、IFRSから削除または修正が行われた項目っていうのはこの2点ですね。のれんの処理とノンリサイクリングの処理。この2点が、IFRSと日本がもうどうしてもですね、考え方が離れちゃって、IFRSの考え方を譲り、受け入れられない部分ですね。日本が、まあ、強く主張している部分です。まあ、吹き出しもありますが、日本はここだけは譲れないっていうところと。なので、IFRSの処理に修正を加えた。なので逆に言ったら、まあ、この2つ以外は基本的には IFRSと同じ、基準というのがこの修正国際基準です。本当は他にもですね、構成価値の評価だったりだとか、あと開発費の資産計上なんかも相譲れないとしてですね、日本はこう削除または修正したかったんですね、ASBG はしたかったんですが、ただ一応、最小限に食いとどめましょうと、ね、修正、削除は最小限に食いとどめましょうっていうですね、まあ、認識があったので、構成価値評価だとか、あとはですね、開発費の資産計上はもうしょうがないからIFRSの方に譲るというかね、まあ、IFRSの処理を適用して、もう一番最も、ね、譲れなかった、ここの部分だけを削除または修正したと。で、まあ、具体的にはね、日本皆さんはですね、のれんの焼却しています、ね、連結でも、あとはですね、企業結合でものれんの焼却をしていますけれども、まあ、IFRSの方はですね、基本的にのれんは減損処理になります、まあ、そこはちょっと譲れないよという形で、日本はですね、のれんを、まあ、焼却をするというですね、形を貫きました。まあ、なんで、ね、焼却するのがいいかとかっていう話はまた理論とかでね、もう学習していると思いますんで、まあ、そこの理論につながるわけですよね。のれんの焼却をするメリットと、あとはね、減損をするメリットとかっていうね、形でいろいろ理論勉強していると思いますけれども、そこの話につながります。だから今年も出ましたよね、論文式試験、のれんの焼却等について。はい。で、あと2番ですね。まあ、IFRSでは特定の項目についてはリサイクリングしない、要はノンリサイクリングですね、組み替え調整しない処理採用していますが、日本では基本的には組み替え調整をしていくというところで、まあ、ここもですね、IFRSは結構細かく組み替え調整する項目やしない項目っていうのが分かれていますが、まあ、日本は基本的にはリサイクリングしていくという形になっていますので、まあ、ここも相譲れないところですというところですね。はい。なんで、まあ、具体的な処理についてはね、別に簿記等でですね、組み替え調整をやっていただければ全然それで構いませんけれども、まあ、この辺のれんと、組み替え調整についてはやはりこう海外と、日本でね、かなり考え方がかけ離れている部分でありますので、まあ、ここはどちらかというとまた論文式試験ですね、2年連続で同じようなね、IFRSとの違いがスポットになったね、問題が出ても全然おかしくはありませんので、まあ、要注意かなというところ。あと担当で出るんであれば、まあ、この修正国際基準というのがどういった位置づけなのかとか、まあ、そういった概要が聞かれる可能性は、それはあると思います。一応出題の、ね、用紙の中に入っているんで。ただまあわざわざね、こう修正国際基準の取り扱いってね、つけているわけですから、まあ、中身は、そんなに聞かないはずです。はい、ということで。財務会計、まあ、30分ぐらいでしたが、まあ、特に改正というよりはね、本当に回収可能性の勉強だったのかなというところですけれども、まあ、以上3つですね、回収可能性についてと、税率変更について、そして、修正国際基準についてというところで3つですね、まあ、せっかく来たんで、簡単にね、頭の中に入れておいていただけたらいいかなと思います。はい、それでは、ここで、改正ガイダンスという形で、解説の方をですね、終わらせていただきたいと思います。皆さんお疲れ様でした。